や、違う、プライベートで3回目。プライベート登ったことあんの？一回ある、あのチビゴラ連れて。ドローないよね。なんかあのママ坊やが予約してくれて来たんだけど、なんか一番 最上階に上がるのもう一回お金払わないといけないよね、あれ確か。で、あの登りたいって言ったらめちゃ登りたいって言うから行ったら3分で飽きて下に降りた。ちびごやのすごいよもうほんまに。小屋先生、はい、昨日の稽古よりもお客様が多いから改めてなんか宣伝をしましょう。小屋先生、なんか報告はないの？今後のスケジュールとか。はい、私小屋先生は特にあの告知することはないんだけども、年末かな、年末に格闘技イベントね、小太郎も一緒に出るんだけども、それに参加するので、もしよろしければ大宮のスーパーアリーナ、埼玉スーパーアリーナかな、にもし来てくれるんだったら来てほしいよりね。29日の11時からと30日の11時から。さすが鬼覚えとけ。で、あの先生、あのツイキャスをね、あの毎週木曜日夜10時からあのさせてもらってまして、もしよろしければ高野先生で検索してもらったら、そのツイキャスもね、ぜひとも聞いてほしいよりな。24と31日かな、だから今度ね、なんちゅうタイミングでやるんやみたいね。あと高野先生、ヒューゴでね、あの宇田さんとこのお店のヒューゴで2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいあのライブイベントやってまして、昨日ちょうどそれだったんですけど、次はいつかな、次はいつかな、年明け2月か、うん、ね、3月ぐらいに。小屋先生さん、はい、ほら初めて見るお客様もいるから自己紹介したら。はい、京都府福知山来ました、朝青龍です。はい、しこ。なんでよね。おかしい。言ったら最後までやる。ちゃんとやんなさい。はい、京都府。女の子とか見てるよ。福知山から来ました、ゴーヤ先生です。よろしくお願いします。何やってる人ですか。ゴーヤ先生はね、主にすんごい真面目な仕事してて、普段は地球環境とか。あの水質調査とか、あの下水の調査とか。適当に言うな。まあ、あの中心は緑のカーテンっていうね、ゴーヤを使った緑のカーテンを作って、それを教えてる先生なんだけども、まあ言ったらね、その活動をするために、広げるために、こうやって全国各地を旅してる感じやね。うん、じゃあ小太郎は喋れないから、小太郎くんは3年前からあのここの川のキャラクターとしてあのちょろちょろうろうろしておりますので、皆さん、初めて見る方は応援の方よろしくお願いします。で、小太郎は毎日ブログをやってますので、ぜひ、ね、検索してみてください。カッパの小太郎で出ますので、よろしくお願いします。はい、小太郎もあの30日のスーパーアリーナの、何プロレスのイベントに、ライジングプロレスのイベントにご当地キャラ大相撲っていうのやるんですよ。小太郎の対戦相手は誰？言っていいのこれ？いけないの？言っていいの？まあいいよね。いいんじゃない？しばこちゃん。そう、しばこちゃんと大相撲対決。行事はキングかな。ね。で、小屋先生誰と戦う？佐藤くん。小屋先生は佐藤くん。ガチでやります。ガチで。はい。室内なのでね、よかったら皆さん来てください。格闘技エキスポっていう無料ゾーンなので、はい、ぜひ遊びに来てください。なので、うん、はい、グッズの物販とかもね、やりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、いいな、先生もあの柴子ちゃんとか小太郎とかと戦いたかった。小太郎はガチでやらないから。かわいいよ。でもあれでしょ、トーナメントだから勝ち上がれば当たるかも。いや、だってあのお手つないで出ちゃったって二人でやって。助かい出ちゃったって言って。なんだよ。はい、じゃあね、踊ってるの僕にちゃんとじゃあ並んで、はい、決めポーズで写真撮りましょう。ね、ことね、ね、このスカイタワーの決めポーズ。
ポールってあるの？スカイツリーはいはい、どこの田舎？はい、はい、じゃあ小太郎並んでください。ごめん、はい、じゃあまず、ちょっと左側を向いて決めポーズいきますよ、5秒間いきますよ、はい、5、4、このまま2、1、はい、じゃあ次は右向いてください。お八郎はい、小太郎さん